はい、こんにちは。こんにちは。はい、アルパカです、はい、今日はね、動画見ていただいてる皆さんのコメントにコメントしてみようっていう、はいはい、ちょっとそういう企画でね、うん、やってみようと思ってます、うん、なんでご飯持って帰ったんですか。これ、じゃじゃん、木之助さんから牛ハラミの提供いただきました。はい、やったーって感じだよな、これ。あの、ハラミを食べながら、そう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 、皆さんのコメントに、うん、そう、なんと肉を提供していただいたのが、どうしてか分かりないアルパパに。そうやね、なぜアルパパにお肉なんだっていうのが、うん、なんかママが、ま、前に肉買いに行く、なんかあれやったからかなって、ちょっとうっすらもうそれ以外肉出てきてへんね。ほんまやな。今回ね、この3つね、うん、はい、うん、味噌漬け牛ハラミ、タレ漬け牛ハラミ、多分これあの何もあの味のついてない、あ、そういうもあんねん、うん、え、いいやん。あ、3種食べ比べセット、それぞれ1袋ずつが 250g で、お値段8980円。え、お、あ、そう、お、お、お、すごい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日の夜食、私さ、全部味ついてると思う、うん、うん、ついてないのもあったね。塩コショウが好きやから。塩コショウが好き。味ついてるのも送ってくれてんねん。だからあっさりとこってりをしてるけど。そうやな、両方ね。食べ比べセットがちょうどいい、うん。そう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 。おうち焼肉でもハラミを。焼肉の中でダントツの人気を誇る牛ハラミ。それなのにスーパーではあまり見かけません。それはハラミが赤身のように見えて実は肉でないから。え、ハラミってホルモンなんよ。え、そうやね、ハラミは横隔膜にある筋肉の一部を指しホルモンに分類されます。そういうこと。木之助はおうち焼肉でも貴重なハラミを手軽に味わっていただきたいというハラミ好き店主の思いがこもったハラミ好きのための牛ハラミ専門店。ああ、なるほど。私ハラミが一番好き、肉の中で。我が家はだいたい焼肉行ったらハラミやね。油の具合とかが一番ちょうどいいよね。そう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 、うん、なんかだいたい子供のハラミやな、柔らかいし、はい、これ味噌、タレ、結構肉肉しいね、うん、いいやん。これは、まあ、あの味付いてるやつ、ね、で、まあ、私は絶対塩コショウします。タレからいってみますか、まず。いこうか。じゃあちょっとさ、タレ焼くとこと考えよう。あの、タレが、あ、そうだね、焼くとこ、あ、ほんまやな、こっちタレにしよう。そう、そうやな、そうや。じゃあタレと味噌を1枚ずつ。お、結構肉肉しい、ね、すげえ、こっちの、そうやろ、こっちの感覚、うまそう、美味しそう。お、もうすでになんか肉のいい匂い。このiPhoneで撮ってるやつがめっちゃ美味しい。もうタレ系は早めに、あ、ほら、こう焦げやすい。ほらほらほら、おー、美味しそう。ちなみにこれ冷凍で届いて、冷蔵庫で解凍。まず食べよう。まず食べよう。じゃあこっちがさ、こっちが味噌やろ。味噌。こっちタレ。うん。はい。うわ。うん。うん。おいしい。肉肉しい。うん。おいしい。すごいね。肉肉しいっていうのがまさに。パパ行くかい。あ、味噌あれ、あ、ごめんごめんごめん。そうそうそう。こっちな、こっち、塩コショウ。うん、ナチュラルで。とりあえず。これは、腹膨れるね。うん。いかんね。一個は結構ボリュームある。ボリュームあるね。うん。ご飯が進むくらい。はい。味噌のほうがやっぱりしっかり味で。うん。で、味噌ってそこまで味噌の味じゃない。そうやね。ハラミでよかったな。そうやね。ハラミ屋さん？ハラミ屋さん。毎回焼き肉するたびに盛り上がる。全然関係はつけんけど、はい、もうそれに耐える。この上、これ見てこれ。うまい。うまい。うわー。
すごいな、こうやって見たら、はあ、だってさ、焼肉を撮るってないやん。お前焼肉をさ、動画で撮るって250×3 だから700、うん、すごいよな、うん、結構なるよね、うん、ほらシュッ持ってくる。うん。うん。なんか直ってんかな。うん。いや、この。いや。うん。直ってた。うん。そうやってた。うん。あ。私塩。美味しい。本当。うん。こういうのは大体もうね、塩で食べたらよくわかるんですよ。これ、ピュアやな。まあ、タレついてるのもいいけど。こんなぐらい。タレの味なんだね。味わかんへんくなんねんけど、タレの味なんね。普通で食べた時に肉のさ、うん、味わかるやん、うん、美味しい、うん、あのこのハラミが美味しいハラミだっていうのがわかるわかるわかる、わかりやすい、うん、これ普通タレってタレって美味しい、うん、やっぱ肉の本当の美味しさを知ろうと思ったらこっちやぜひ塩で食べてください。視聴者さんのコメントに答えていこう。この前、つい最近あげた、うん、プラド、驚愕の実燃費と満タン給油で我が家の柿はどうなるの動画に対しての、はい、メタルスライムさん、はい、メタルスライムさん、はい、うん、燃費はそのうち気にならなくなりますよ、うん、感覚麻痺してきますから、まあ、プラドはやっぱり運転していたら楽しいし飽きませんよっていう、なんかね、すごい同意する、うん、同意する。あのさ、アルファードもそうやってん、最初、うん、最初さ、うん、うわって思ったけど、うん、もうその燃費になれるっていうのは分かるな。分かる。パッチャン、パッ、バッ、バッチャンさ、燃費悪すぎです。分かる、それも今。5月末頃にはアルファード発表、うん、なるみたいですね、うん、節約お願いします。あはははそうやね、新型アルファードを多分こっちにお金使っていて、うん、マカーズさん、うん、納車前にアイドリングしたりしているので一度燃費リセットすれば解決します。ああそう、あそうなの。いやだから納車前に、納車前っていうか納車前にアイドリングし、あのエンジンかけて動かしてない。ああ、だから最初、そういうこと、うん、だから今 4.5 ってその納車の時からのやつやからさ、へえ、1回リセットしたら、はい、またその辺の数字が変わるんじゃないですか。飯田さん、リセールが良いからという理由だけでは買えないです、ね、あ、まあ、もう燃費で食っちゃうよってことやな。そうやな、で特にさ、あの車で生活せなあかん人とかは結構来るけど、うちはさ、結構週末乗るか乗らへんかみたいなのがあるやん。そうそう、だからまあ、まあまあそんなんもあるよな。ああ、ほか。なんか聞いて楽しいの。いよいよ。井上修司さん。はい。プラパパ、プラママを。そっちに感じ。燃費が想像超えでした。ああ、やっぱそうなんや。ああ、さっきのさ、うん、あの、要は最初のアイドリングでリセットしたらもっと良くなりますよって。うん、もうちょっと良くなるはずなんです。そうやな。じゃあ 4.7 はちょっとさすがに。4.5 はちょっとさすがに。ああ。デニム色移りの件で、うん、あのコメントいただきました、うん、西山哲夫さん、うん、以前もコメントさせていただきましたが、うん、私はアルパパさんと反対で、うん、プラドからアルファードに乗り換えました、うん、アルファードライフを満喫しております。へえー、羨ましい。その後の感想どう聞きたいな、うん、この方の、うん、そしてどうなのかな。で奥様のデニムが色移りするかなのですが、うんうんうん、ベージュはデニムで乗らない方が無難です。乗り降りの際に擦れた部分がかなり色が変わってきますので、これちょっとこう擦れるやん、降りると。え、何年乗ってたんやろ、プラド。いや、まあ、そうな、擦るやん、擦って。そうやな、私さ、ほとんどデニムしか持ってへんのにさ。私はとりあえず座布団なので
採用しました。ボタン1個か。でもベージュを選択したのはリセール面では大正解。リセールすげえな。なんでなんでなんで、リセールでは大正解だって。ベージュはそうやんな、うん、なんかさ、引けへん私さ、いちいち服さ考えながら用のらんからさ、だいたいデニムやん。わわ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 、やっぱタレ、タレすげえな、はい、タレ端っこにやがな。うん、おいしい。これさ、塩コショウだけでも、うん、頼めんの。いろいろ味が自分で選べんやな。プレミアムっていうのが素のやつやな。あ、なるほど。好みがあるけど、まあ、私プレミアム好きやなんか言う。デジタルインナーミラー感で、先日ブレイブさんにスモークの切り取りをやってもらいました。ああ。夜間の見やすさがとても良くなりますな。あ、そう、同じようなね、お話をいただいてて、慎吾柴田さん、いつも楽しく拝見させていただいています。くり抜きですが、僕もデジタルインナーミラー兼ドラレコの夜間における視認性の低下を考え、スモークの切り抜きを最初からお願いしました。よう、そんな思いついたな、最初に。ただ、近年の画角はかなり広角なため、くり抜き範囲がそれなりの大きさで、見栄えは微妙です。だよな、結構広角やん、あれも。そうだ、だから、ごそっと、わかると思う。ごそっとくり抜かんだろ。あ、そう。ロータスライフさん、同じプラドノリです。自分もカスタム紹介などのチャンネルを開いていて、アルパインの11インチナビとデジタルインナーミラーをつけていますが、他に両方つけている人初めて見ました。本当オープニングとかに活かしてますよ。だからアルパインのデジタルインナーミラーだと11インチのナビをつけている人はあんまりないんじゃないのって。ああ、そう。たまたまさ、このコメントをいただく前にロータスライフさんのチャンネル見てた。そうだ。ホーン、ホーンってクラクションを変えてる、カスタマイズされてて、これいいやつみたいな。ほら、まさかのコメント。これは燃費のね、燃費と給油の初めての給油の動画に対して、はい、ご紹介。はい、ああ、ありがとう、ありがとうございます。はい。それもう30分1本の動画にできてる。え、マジで。あ、もう1本ぐらいだけ言っとこうか。もう1本ぐらい紹介しとこうか。コメントまだパパの、まだ1本あるよ。あ、そう。ベージュ内装にグレーのカーマット合うのか試してみた。そう、この動画に対してコメント、クスグレーのマットいい感じですね。足元が締まってきて、よかった。フロアマット何にしようか悩んでましたが、とても参考になりました。いや、ありがたい、ね、うん、こういうコメントをいただくってありがたい。いや、あそこのマットほんまにいつも前から使ってるからさ、ほんでやっぱよく見えるのにさ、値段も安いの。いや、私もっと高いと思ってる。安い、そう、1万8000キャバって、純正5万やからね。名前入ってるから、それはどうして。ほら、名前大事。ドン・エルさん、あり、全く違和感ない、むしろ合ってます。あ、そう。へえ。純正のフロアマットほんと高すぎ、2万で買えるの最近知りました。へえ。うちは初代アルファードから旦那がドキンを貫いている。あ、女の人、ドキンあ、旦那さんの方がドキンを貫いている。なおかつラグマット引いてます、てんてんてん。へえ。へえ。カーマットの上にラグマット敷いてるの。ない。絶対汚せへん、絶対。ごま油さん、いつも動画ありがとうございます。当方も同じミックスグレーのカーマットを購入しました。明るい内装に暗いカーマット、映えてました。ありだと思います。先日現物が届いて、開けてみたところ、ミックスグレーが結構明るく、かっこ白く見えるので、その後の汚れ具合など教えていただけると幸いです。白く見える？比較的白く見えるんだって。あ、そうやね、グレーやから。グレーやから、だから
どんぐらい汚れが目立つかみたいな気にされてるんで、まあ、またね今度。じゃあなんかさ、アルファードの時もずっと前に引いたけどさ、うん、汚れを一回もあのマットに気にしたことがないなんか。まあね、だからね、運転席は正直ちょっともう諦めてるからさ、うん、でも助手席を割れると最後まで切れかった、うん、二児のパパさん、うん、ベージュの方が良いです。コスパ考えるなら純正マット不要でしたね、うん、リセールとして純正マット購入されたんでしょうか。これね、どういう意味、いやいや、なんでマット買ったのっていう、そもそもベージュのウェブさんで買ったからね。そうそう、あれね、これセットオプションなんです。うん、なんでまあついてくるっていうね、うん、もういりませんっていうのがまあ基本 ないっていうね、まあ、そういう、はい、まあそりゃさ、ベージュの方がいいっていう意見もあるわな。まあどっちもそりゃさあるよ。そうそう、T さん、うん、ベージュの方がいい。ほら、あ、うまい。なんか私のさ、最初さミックスベージュがいいって言ったのもあながち別に間違ってもないね。そうそうそう、まあでも汚れるよってことやな、うん、まあ本当、うん、汚れ目立たないからね、閉まって見えるし、うんうん、そうやんな、うん、正解。まあどっちも正解ってあれやけど、うん、まあ好みやけどさ、まあ基本ミックスベージュとミックスベージュな、うん、私あのミックスが好きやからさ。ああそうだね、なあ、やっぱなんか増すやん高級感が。だからベージュからミックスベージュにしてもいいやし、うんうん、なあ、うん、ミックスおすすめしてるけど、あの3列目の後ろにラゲッジスペースがあってさ、ラゲッジスペースって要は荷物入れるスペースのマットをどうしようかな、うん、マット見てないやろ。まあ今度また、うん、荷物をボンって置くんやけど、そこになんかマットがあった方がいいかな。クラドの 3列目に関してとか私後ろも当てたことない。そうやな、まだ何もやってないね、うん、もうあれから 2,3 回しか乗ってない。内装とかも全然見てないね。俺もほぼ見てないよ、うん、パパが一番乗ってるやん、うん、まあ、私これ前久々にお仕事休みやったから、友達と言うように言っても今日は迎えに行くわって、もう慣れてきたから、うん、めっちゃ車、全然車に興味ない子やねんけど、うん、ええやんとか言ってたもん。でめっちゃ横でさ、別になんかアルファの時すごい高級感あったけど、うん、なんかこの感じ好きとか言ってたで。何の感じ。このなんかプラドのなんか分からへん内装の感じ、ベージュやからかな。なんかアルファードってザ高級感って感じがしてたと言ってた、はいはい、でもプラドはなんかベージュ色やから なんかこの感じって何の感じか分かるけど、この感じが好きって。あ、内装のこと。内装言ってたし、まあ、外側がとにかく好きって。顔ほら、私と意見が、私顔好きや言うてるやん。男前やからな。そう、女の人も意外とさ、もしかして女の人ってシンプルな方が好きなのかもしれない。あ、そうかもしれないね、うん、うん、まあ中もシンプルやしね。そう、まあ、ベージュはなんせいいんかな、うん、そう、うん、黒やったらちょっと暗かったかもしれない、うん、そうやな、うん、まあでもまだ私、まあ余裕じゃない、運転まだ、うん、まあ、めっちゃ余裕じゃないけど、隣から、まあ私の友達なんで弾丸に喋りかけられてるけど、もう弾丸に喋ってる間、ちょっと待って、右ちょっと曲がるからちょっと待ってみたいな。その様子を撮っといてほしかった。いやもう一生懸命やった運転がまだ。この前もアルファードはもう余裕やってんけどさ。ちょっとね、いろいろコメント、他の動画のコメントも用意してたんやけど、うん、まあかなりの、時間になりましたし、あ、そうやな、今日はこの辺にさせていただこうかなと、うん、これは、うん、家族4人の余裕かな。そうやね、美味しかったね、うん、美味しかった、うん、これね、なんか、はい、あ、野菜食べたいな、うん、よいしょ、これがタレ、結構食べたな、うん、食べた、あ、もうほぼないやん、美味しかったよ、で、これが4人じゃ足らへん、4人で、でも子供2人で、でちょうどいいか足らへん、ちょうどじゃ、もしかしたら1回、そうやな、私らでこんなペット食べれてたからさ、うん、そうだね、ほんでな、これが油があったらこんなに食べられへんねん、あー、ハラミやから食べれてるから、食べれるんだよね、ハラミいいと思う、肉の王道やん、でな、子供もハラミが好きやからさ、ハラミだけでいいと思います。いや、ほんとそう、うん、だってうちカルビとか食わないもん、食べ油がきつすぎて、でさ、ちょっと張り切ってさ、なんか なんとかトロとか頼むときあれば焼肉で、あとでいつも後悔してるやん、胸悪くなって、脂っぽいな、うん、うん、はい、いや、美味しかった、うん、はい、ありがとうございます、はい、こんな、木之助さん、うん、ご飯の提供ありがたい、木之助さん、うん、
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。